こんにちは、浜根先生です。今回は、マイルドライナーの元コンプリートセットの動画です。マイルドライナーの元は、マイルドライナーのインクを瓶に詰めたもの。マイルドライナーのペンといえば、大人も使いやすいですし、もちろん学生さんたちも使っている、穏やかカラーのペンです。 2024年5月に発売されたマイルドライナーのもとは、マイルドライナーのペンと組み合わせることで、今までいないグラデーションカラーを描くことができちゃいます。動画後半では、テーマカラーを決めるやり方の手帳デコもあります。マイルドライナーのもとはバラ売りもしていますが、 動画では高級感のあるクラフト紙仕様ボックス入りの9色コンプリートセットをドドンと使います。こちらお値段いっちゃいますが、税込みで8415円です。バラですと1個935円です。ボックス入りはマイルドライナーの元の保管にもなるし、ラッピングをして贈り物にしてもグッド。インクを取り出す時のワクワク感たまりませんね。この瓶も見てください。とっても可愛いんですよね。紙のラベルでなく、 瓶に白の文字でマイルドライナーの元と印刷されています。マイルドライナーの元の色見本です。瓶から見えるインクは発色よく見えますが、 紙に塗ってみると、マイルドライナーのペンと同じなので、落ち着いた色ですね。マイルドライナーブラッシュを使いますが、なんと、ブラッシュも25色、コンプリートしていますので、色選びを参考にしてください。バラ売りもありますが、動画では5本セットになっているタイプを使います。親しみマイルド色、晴れやかマイルド色、ほんのり蛍光色、渋マイルド色、なごみマイルド色の順番で使っていきます。それでは、グラデーションの世界を見ていきましょう。 マイルドダークブルーに親しみマイルド色のペンをちょい足しペンの色は綺麗めレモン色ですがマイルドダークブルーのインクをペン先につけると緑色になりだんだんレモンイエローになります次はマイルドアプリコットこちらはマイルドコーラルピンクほんのり薄暗い紫からピンクになりますマイルドシアンはマイルドダークブルーと近いですねマイルドダークグレーは、まあ、全部グレー調になりました マイルドダークブルーのインクは濃いめなので、薄い色のペン先と組み合わせるとグラデーションの変化があります。マイルドグリーンのインクと、晴れやかマイルド色のペンを組み合わせます。マイルドフューションはまあピンクですね。グリーンと組み合わせると和のイメージになりました。マイルドマリーゴールドです。出だしが少し緑になるのがかっこいい。マイルドストラスグリーンは爽やかな色ですが、マイルドライナーの元のマイルドグリーンに合わせると差が出ます。 青みのかかったマイルドサマーグリーン。ちょっと濁るいが出て深みが出ますね。マイルドラベンダーはさらに深みが出ました。マイルドゴールドのインクとほんのり蛍光色の組み合わせ。まずはマイルドピンク。次はマイルドイエロー。マイルドオレンジに。マイルドブルーグリーン。蛍光色とゴールドの組み合わせ。結構面白いと思いませんか最後はマイルドブルーです。マイルドレモンイエローのインクと渋マイルド色のペン。 マイルドグリーンのインクはこちら。マイルドレモンイエローの瓶にペン先をちょっとつけて塗っていきます。そうするとだんだんとグラデーションになります。次はマイルドダークブルー。最初にペンのままの色を塗っておくとグラデーションも全体的に綺麗に見えると思いました。マイルドグレーとマイルドレモンイエローの組み合わせ。マイルドバイオレットとの組み合わせ。これとても綺麗ですね。マイルドレットと組み合わせると黄色っぽさがちょっと出にくかったです。 ペンが渋マイルド色ということで全体的に落ち着いた印象です。マイルドベビーピンクのインクとナゴミマイルド色の組み合わせ。マイルドスモークブルーと組み合わせるとピンクからブルーの紫系のグラデーションになりました。マイルドマゼンタはピンクと色が近いので穏やかなグラデーション。マイルドゴールド、マイルドバーミリオン、マイルドブラウン、マイルドライナーの元のベビーピンクを使った組み合わせでした。 マイルドライナーブラッシュの25色を1回ずつ使いました。これは美しいといったグラデーションのものからあまり差が出ないものもありましたね。人によって好きな色や使いやすい色が違いますので洋服を選ぶ感覚で見てもいいですね。浜根先生セレクトで残り4本のマイルドライナーの素を使ってグラデーションに変化していきましょう。マイルドコーラルピンクとパープルピンク系のペン。 使った順番は、マイルドラベンダー、マイルドバイオレット、マイルドダークブルー、マイルドマゼンダマイルドフューシャです。コーラルピンクとパープル、ピンク系は相性バッチリ、どのくらい差を出すか考えてブルー系を入れると良さそう。マイルドブルーのインクに、レッドイエロー系のペンを使います。ペンは、マイルドマリーゴールド、マイルドレッド、マイルドコーラルピンク、マイルドピンク、マイルドオレンジです。今塗っているマイルドオレンジは、 ほんのり蛍光色のセットのもので他の4本と色の傾向が違うのも面白いところマイルドラベンダーのインクとブルーグレー系のペンの組み合わせ選んだペンはマイルドスモークブルーマイルドシアンマイルドブルーマイルドグレーマイルドダークグレーです海や空を思わせるグラデーションですね色の変化が自然とのつながりを感じさせますマイルドブラウンのインクと グリーンイエロー系のペンとの組み合わせ。マイルドグリーン、マイルドストラスグリーン、マイルドゴールド、マイルドレモンイエロー。最後がマイルドイエローです。こちらですね。ブラウンと組み合わせると、まあ、好みが分かれそうですが、秋を思わせます。 使い方のポイントですが、マイルドライナーブラシの色を変えたり片付けたいときは、ティッシュでインクを拭き取ります。ティッシュの上で転がすようにすると、ペン先からマイルドライナーの元のインクが取れていくのがわかりますね。マイルドライナーブラシのペン先がきれいになりました。マイルドライナーの元のインク瓶に直接ペン先を入れましたが、 やっぱりちょっとインクが映ってしまうんですよね。レモンイエローなどは色が薄いので、ちょっと気にはなりますよね。気になる方は、スポイトで別の洋服に移してから、ペン先をインクにつけると安心ですね。マイルドライナーの元は、ガラスペンにも使えます。ペン先をインク瓶の中に入れると、インクが吸い上がってきます。マイルドライナーの元は、普通のインクと同じように使えますが、 万年筆には使えないようなので注意してください。マイルドダークブルーの後にマイルドレモンイエローに変え、最後にマイルドベビーピンクを使います。色を変えるときはガラスペンを洗わずに、 筆で次の色を上の方につけるとペン先で色が混ざっていき自然なグラデーションになります。マイルドライナーのもとでガラスペンを始めることもできます。マイルドライナーのもとをペンにちょい足しすれば手帳デコにも活用できます。完成はこちら。 いわゆるコラージュですが、考えるのが苦手な方もいますよね。難しく考えず、6つのステップで作っていきましょう。1、デコのスペースを決める。2、テイストを決める。3、下地を塗る。ここでマイルドライナーの元が登場です。4、シールスタンプをする。5、文字やイラストを描く。6、全体の調整をして、 完成です。意外と皆さんが忘れていて重要なのは1のデコのスペースを決めるです。全体の構図のことですね。コラージュをするスペースは、その日の予定や日記を各場所を確保した上で最初に決めます。具体的に見ていきましょう。皆さんも自分の手帳と照らし合わせてください。縦 21cm、見開きで横 26cm の手帳。 A4 よりも横幅が短いと思ってください。見開きで1週間の予定表を作るとします。1日分のスペースは縦 6cm、横 4cm にしようと最初に考えるんです。7日分をうまく配置するために縦 4cm、横 6cm など縦横のサイズを変えてもいいですね。でこのスペースが決まったら2番目のテイストを決めていきましょう。ペンとインク、そしてシールなどテーマになる色を決めます。ブルー系のペンにピンクのインクをちょい足し、 丸をらねていき、上から月のシールを貼ります。透け感のあるシールは人気のタイプ。マイルドライナーの色をさらに穏やかに見せてくれますね。下地を7箇所塗っていきます。後からシールを貼ることを考えて、サイズや形などを選びます。ただ、塗るだけでもすごくいいのですが、チェックやくるくる模様、ハートの輪郭など工夫していくと可愛さが増し増しです。長さをあえて変えた横線。マイルドライナーの素をちょい足し,しながら描きます。 手帳デコ、4番目のステップのシール、スタンプをするです。まずはシール。四角いシールは正方形や長方形、大きいもの、小さいもの、いろいろあるので、ちょっとここは頑張ってですね、組み合わせて貼っていきます。日付もシールでデコります。とにかく、いろいろなところを重ねていくということを意識します。次はスタンプ。こちらもシールの上に重ねていきましょう。このスタンプは、 温度と天気を書き込めるウェザーレポートのスタンプです。文字やイラストを書き込んでいきます。ところで皆さんはどんなボールペンお使いですか今動画で使っているのはサルサクリップの3色ジェルボールペンで最近使い始めたのですが書き心地が良くてお気に入りです。文字やイラストはちょっとしたあしらいなので気楽に書き込みます。好きなフレーズやシールに合わせたイラストなどを使いやすいです。こちらは飛行機ですね。 ラベンダーのシールのところには、それっぽい花を描きます。こちらは夜空のシールに合わせて、キラキラ。海にはお魚。なんだ、こんな簡単でいいんだ、なんて思いませんかマイルドライナーブラッシュは筆ペンタイプなので、太い線と細い線のある文字を描くことができます。7日分のコラージュができたので、全体を調整して完成させていきます。シールやスタンプを追加したり、 模様を描き足します。マイルドライナーブラッシュはツインペンになっていて、反対側はサインペンタイプです。こちらもちょい足ししました。パッと開いた時に、統一感があって、モチベーションが上がるページになりましたね。無地の手帳に作るので、好きな時に一気に作ってもいいですし、余白のサイズも選べます。手帳を普段使わない方や、構造を考えるのが苦手という方は、 一回ずつできるときに手帳をデコって楽しむとグッドです。手帳をやらないよという方は、このような小さいカードは気楽に作れますのでおすすめです。動画いかがでしたかマイルドライダーのもとちょい足しすることで。 アナログ手書きが楽しくなっちゃうアイテムでしたね。もう家にいてスマホしか見てないよという方は、たまにはペンを持って手を動かして美しい色の世界を探してみてください。ご紹介したグッズは概要欄にまとめておきます。色選びが迷っちゃうという方は、マイルドライナーのものを一つと、 マイルダライナーブラッシュが3本入ったセット売りもあるようなので、こちらもチェックです。浜根先生チャンネルは大人のあなたも楽しめる手書きの技やアイデアをお届けしています。それでは次回の手書き動画でもお目にかかりましょう。さようなら。